やっほ、ずんだもんなのだ。どうも四国メタンです。メタン、今日はお魚屋さんに行ってきたのか。家を掃除していたら筆が出てきたから、久しぶりに習字をやろうと思ってね。この筆は私のおじいちゃんがくれたもので、ものすごく上等なものなのよ。習字とお魚屋さんに何の関係があるのだ。いざ書こうと思ったら墨汁がなくて、代わりになりそうなものがイカしかなかったのよね。いやいや、イカの墨で習字はできないのだ。じゃあイカは何のために墨を持っているの？そもそもイカって海に生息しているのに、形が他の魚類と違っていることも不思議よね。すごく身近な生物なのに、その正体を気にしたことなんてなかったわ。なら今回はイカが進化してきた歴史とその生態について解説していくのだ。まあ、嬉しいわ。イカのお刺身を食べながらじっくり聞かせてもらおうかしら。そもそもイカって生物界ではどんなグループに所属しているのかしら。大きく分けると軟体動物というグループになるのだ。軟体というくらいだから骨がなくて筋肉だけで動いている。さらにホタテやサザエなどの貝類と近い存在であり、軟体動物の中でも等速行に分けられるのだ。貝類と近い存在って言われてもイカは貝になんて見えないわよ。貝類ってそんなにたくさん種類があるのかしら。まずホタテやカキなどは二枚貝行に含まれ、カタツムリやウミウシは複足行に入っている。次に屈足行という分類があるんだけど、角貝と呼ばれる細長い貝類がここに入るのだ。そして短板行というグループもあり、こちらは貝殻を1個だけ持っている。このグループは古代に栄えたものの、近代では絶滅してしまったと考えられていたのだ。それだけ珍しいグループなのね。ところが1952年に海底で短板行の生物が見つかり、現在もこのカテゴリーは有効となっている。イカが所属する等速行はこれら貝類とは明確に区別されているのだ。ちなみにどうして等速行と呼ばれているかというと、字の通り頭に足が直接ついているからだったりする。イカの頭って一番大きな本体のことよね。すぐ下に目がついているからきっと間違いないわ。いや、実は違うのだ。体の多くを占めている場所は胴体であり、内臓などが収められている。頭部は大きな目がついている付近のことを言い、足の付け根のように見える部分なのだ。目の付近にはちゃんと脳もあるため、ここを頭部と呼んで間違いない。胴体の下に頭部があって、その下に足があるって構造なのね。体中に骨がないだけではなく、身体の構造も独特なんて本当に不思議だわ。頭部から足が生えているから等速行と名付けた。その理屈はわかるけど、実際に見てみると胴体から足が生えているようにしか見えないのだ。そしてこの等速行というグループには他にもタコやオウムガイが含まれている。オウムガイっていう生物は聞いたことがないわ。オウムガイはイカやタコとは違い、丸い殻に体をすっぽり入れているのだ。同じグループなのにしっかり殻を持っているのね。生息場所は南太平洋からオーストラリア近海で、水深は100メートルから600メートルくらい。深海生物の部類に入るけど、水深が800メートルを超えると水圧に耐えられないのだ。じゃあ海の中をふわふわしながら過ごしているのかな。オウムガイの殻は半分ほどが居住スペースで、もう半分は空洞になっているのだ。等間隔で空間が仕切られていて、体液や空気を取り込むことで浮力を得ている。こうした構造を持つ生物は珍しく、オウムガイは古代の姿をずっと維持しているのだ。遥か昔から変わらない構造を持っているなんて、相当実用性が高いってことかしら。だとしたらその時代には似合わないほど高度な技術が用いられている可能性があるわ。また等速行の中でもさらに細かく分類されていて、イカやタコは継承類に分類されている。他の分類はそれぞれオウムガイ類とアンモナイト類に分けられているのだ。ここまで細かく分類する必要があるほど個々の生物が多様な進化を遂げていたってことね。ところでオウムガイはどれくらい昔から形が変わっていないの？およそ5億年前だと言われているのだ。そんなに遥か昔からオウムガイは生きていたのね。あまりにも生態が変わらないから、オウムガイは生きた化石とも呼ばれている。でもイカやタコの祖先もそれくらいの時代から誕生していたのかしら。もちろんなのだ。祖先として考えられている生物は今から約5億年前のカンブリア紀に誕生した。カンブリア紀といえば、あらゆる生物が爆発的に誕生したことでも有名な時代なのだ。カンブリア爆発なんて言われていたくらいだものね。この頃は海が誕生して、藻類が光合成により酸素を生成していた。地上にはまだ酸素がほとんどなく、陸生生物も誕生していない中、海中の環境はかなり恵まれていたのだ。そんな中で誕生したのが、とあるオウムガイだった。あら、イカやタコの祖先って結局オウムガイだったの？少しややこしい話になるけれど、当時のオウムガイはさっき紹介したものとは違うのだ。最初に生まれた個体は殻が三角形をしていて、イメージ的にはアワビに近いものだった。
オウムガイのように殻にすっぽり入るのではなく、一枚の殻の下に本体があるって感じかしら。そういうイメージで大丈夫なのだ。やがてこの種も独自の進化を行い、殻がより大きく成長していく。このような進化を遂げ最古の等速孔と呼ばれたのが、プレクトロノセラスという生物だった。この生物は殻の構造がオウムガイとよく似ており、やはり内側に気体を貯めて浮力を得ていたのだ。似ている部分を突き詰めていくと、生物同士の関係性が分かってくるってことね。でも海中で浮力を得たところで、何か利点があるのかしら。地上だったら空を飛べるというメリットがあるけど、海中はどこへ行っても同じよね。海中で浮力を得るということは、圧倒的に移動速度が上がるってことなのだ。それまでは海底を這うことしかできなかった生物が、まるで空を飛ぶかのように海中を移動できる。これにより外敵から逃げやすくなり、また遠くの地で繁殖を行うこともできるのだ。知らなかっただけで、そんなにたくさんのメリットがあったのね。その後4億7500万年くらいにかけて、オウムガイは様々な形に進化していく。その中でも特に殻を細長く進化させた個体があり、現在では直角貝と名付けられているのだ。針のように鋭い形をした貝なら、小さい時に恐竜を紹介する図鑑で見た記憶があるわ。きっとあれが直角貝の仲間なのね。その中で特に巨大な生物へ進化したのがカメロティラスなのだ。全体的な化石が発見されていないため、その全長はあくまでも予測の範囲でしかない。それでも6メートルから11メートルはあったと専門家の間では言われている。さすがに古代の生物はスケールが違いすぎるわ。カメロティラスが誕生したのはオルドビス紀で、カンブリア紀から2000万年ほど経過している。その間に地球では地上に植物が誕生するなど、環境が大きく変化していたのだ。大気中の酸素濃度も上昇し、当然だけど海中の環境も良くなっていた。この変化は生物へ好影響を与え、巨大化を促進していたのだ。地球もまた進化を遂げている途中だったってわけね。特にカンブリア紀では、地上はもちろん海中にも大型の生物はいなかった。最大と言われたアノマロカリスでさえ体長は1メートルほどだったのだ。それが2000万年後には11メートル級の大物が誕生するのよね。話を聞いているだけでも生物における進化の凄さを感じてしまうわ。このようにオルドビス紀では等速孔の祖先が猛威を振るっていたのだ。しかしこの時代の後半である4億4000万年前に、地球上の生物がほぼ全滅してしまう。その原因は地球の近くで爆発が起きたことで、地球に有害な放射線が降り注いだと言われているのだ。また別の説では、地球が大寒波に見舞われたともされている。どちらにしても大変な事態よね。全滅ってことはイカの祖先である直角貝も完全にいなくなってしまったの？この時は深刻なダメージを受けたものの、直角貝はなんとか生き残っているのだ。しかし巨大化した個体はほぼ生き残れず、小さな個体がわずかに生存していただけだった。つまり等速孔の天下はここで絶たれたってことになるわ。その後時代はシュール期を迎え、そしてデボン期へと突入するのだ。デボン期では魚類が目覚ましい進化を遂げており、個体数の増加と新種の誕生が爆発的に起こっている。まさに魚類の時代がやってきたって感じね。魚類は素早く泳げる肉体を手に入れただけではなく、硬い鱗や強靭な顎を獲得するようになる。素早く獲物を追いかけて強引に噛み砕くようなスキルを手に入れたのね。海中でそんな生物に会ってしまったら抵抗することもできないわ。しかし魚類のそうした進化は貝類の劇的な変化を促すことになったのだ。魚類が強くなると貝類も強化されるのかしら。貝類は魚類にとってご馳走となるし、強靭な顎があれば硬いからも噛み砕かれてしまう。だから貝類はより殻を硬くするだけでなく、鋭利な突起物をたくさんつけるようになったんだ。その結果この当時の貝類はとても気持ち悪い形のものが多く存在しているのだ。そういう貝殻も図鑑で見たけど、大人の遊び心が生んだ創作画だと思っていたわ。まさかあれほどいびつな形の貝殻が実在していたなんて思わなかった。このようにデボン期ではより頑丈な殻が必要となり、細長い殻は自然に消滅していくことになる。その代わりに登場してきたのが現在でもよく見かける巻貝だったのだ。殻を丸めることで防御力を上げるという独自の進化を遂げたってことね。じゃあイカの祖先である直角貝はこの時どんな状況だったの？小型の直角貝として細々と生きながらえていたのだ。しかし魚類や貝類の進化に伴ってイカの祖先も独自の進化を遂げている。彼らも貝類を餌としていたけれど、進化した殻には歯が立たなかった。それじゃあ餌を食べられなくて飢えてしまうわ。そうならないように自分を変化させた結果、鋭利なくちばしを獲得することができたのだ。くちばしってまるで鳥みたいね。しかし現在でもイカやタコにはくちばしと呼ばれる器官が存在している。正式名称は顎板と呼ばれており、一般的にはカラストンビとなっているのだ。
カラスにトンビなんて本当に鳥類と同じような扱いをされているわ。しかしこのくちばしは餌の獲得にすごく有効で、小鶏類の生存に大きく貢献している。現在でもそのまま残っているくらいだから、なくてはならない強力な武器を得たのね。イカの祖先である小鶏類はこうして数々の困難を乗り越えてきたのだ。しかしデモン期の後半になると、地球は再び氷に閉ざされてしまった。また大寒波に襲われたの？その通りなのだ。しかもこの時は海中の酸素がほぼなくなるという謎の災害にも襲われていたんだ。これらの現象によって地球上に存在した生物のうちおよそ 82% が絶滅したと言われているのだ。そんなに何度も絶滅するなんて、地球って生物に厳しい存在だったのね。それでも生き残った生物たちは過去の進化を引き継ぎながら生き続けた。しかし2億9900万年前から2億5100万年前のペルム紀という時代にも大量絶滅が起きている。またリセットされちゃったの？地球にとって何か気に入らないことでもあったのかな？もしかしたらそうかもしれないのだ。ペルム紀の大量絶滅はこれまでの中で最も規模が大きかった。この時は何が原因で絶滅してしまったの？地球の中心にあるマントルの活動が活発になるスーパープルームと呼ばれる現象が起きていたのだ。これにより地表では火山活動が促進され、吹き上がった火山灰が地球を覆ってしまった。火山灰によって太陽の光が遮られたから、地球は一気に冷え切ってしまったのね。それによって地球はまた氷河期に突入し、多くの生物が氷漬けになってしまったってこと？そういう認識で大丈夫なのだ。この時には全生物のおよそ 95% が絶滅するというとんでもない結果になってしまった。しかしここまでの最悪に遭いながら、イカの祖先である小鶏類は生き残っていたのだ。たった 5% を引いて生き残るなんて、運という言葉だけでは説明できない結果だわ。過去最大級の絶滅劇から生き残った生物は自然と生命活動を再開するようになる。次は三畳紀という時代に入るんだけど、ここで台頭してきたのがアンモナイト類だったのだ。アンモナイトといえば化石で有名な生物よね。なぜだかよくわからないけど、親戚の家に行ったら玄関に化石が飾ってあったわ。アンモナイトの化石は日本でもよく出土していて、一般人が気軽に所持するほどありふれている。そんな有名生物が三畳紀に突然姿を現したのね。いや、実はそうではないのだ。アンモナイトはちょっと前のシルル紀から生息している。ただ三畳紀あたりからその個体数を増やしているのだ。そしてこの時期から恐竜も少しずつ登場し、新しい生態系が構築されていく。私たちの知っている恐竜の時代がそこまで来ているって感じかしら？その通りなのだ。ちなみにメタンがさっき直角貝を恐竜の図鑑で見たと言っていたのだ。しかし恐竜が誕生した時代まで直角貝は生存していないとされている。ちょうどこの三畳紀あたりで完全に絶滅しているのだ。じゃあイカはこの後どうやって生き延びたのかしら？この時にはすでに直角貝の系列から離れ、小鶏類として独自の進化を始めていた。しかも進化の方向性はかなりぶっ飛んでいて、なんと硬い殻を手放してしまったのだ。ちょっとそんなことをしたら外敵に負けて食べられ放題じゃない？どうしてそんな思い切ったことをやってしまったの？硬い殻を脱ぎ捨てて身軽になり、敵から逃げるという方法に切り替えたのだ。貝類がどんどん殻を強化して重装備になるのに対し、小鶏類は真逆の進化を始めたのね。殻を脱ぎ捨てるという行為は体の柔軟性も飛躍的に向上させる。これにより全身をポンプにすることが可能で、海水を大量に体内に溜めることができたのだ。そんなに海水を取り入れて何かいいことでもあるの？イカにはロートと呼ばれる細い管があって、大量の海水をそこから放出することができる。その水圧を利用することでジェット噴射のような推進力が出せるのだ。自分のタイミングで一気に加速できるなんてすごく高度な技術じゃない？遥か大昔からそんな技術を持っているなんてちょっとすごすぎだわ。秘められたスペックを見るほど本当に驚いてばかりになってしまうのだ。そんな中でさらに足にも改良が施され、吸盤が追加された。イカヤトクの代名詞といえば吸盤だけど、これは後から手に入れたものだったのね。もう一つの代名詞である墨についても、およそ2億5000万年前にはすでに獲得している。一つの小鶏類からイカとタコに分かれたのも三畳紀頃と言われているのだ。似たような生態なのに違う進化をするのも自然界の不思議なところだわ。原始の小鶏類は足が10本あったけど、イカはそのうちの2本を触腕という腕に変化させている。ちなみにタコはなぜか足を2本減らすという独自の進化を行っているのだ。だからイカとタコでは足の本数に違いがあるのね。またイカには透明なプラスチック板のようなものが1本体内に残っている。これは軟口と呼ばれており、殻の名残だと言われているのだ。自分でイカを調理すると必ず確認できるわ。あれはイカが貝類と同じ仲間だという
揺るぎない証拠になっているので。さてここまではイカの進化について解説したけど、今度はイカの生態について見ていくのだ。普段何気なく食べているけど、見た目だけでも相当不思議な生物だわ。その生態がどんなものなのか、すごく気になるわね。まずイカを漢字で書くと、イカとなるけれど、これはどういう意味かわかるかな？最初の漢字はカラスよね。俗っていう言葉はあまりいい意味では使わないから、泥棒みたいなイメージかしら。メタンの想像通りで、イカはカラスを盗む生物だという意味がある。なぜこんな発想になったかというと、大昔の逸話が語り継がれているのだ。ある時、海面に上がってきたイカを狙ってカラスが上空から襲いかかった。しかしイカはそんなカラスを逆に捕まえて身に引きずり込んだというのだ。まるでおとぎ話のような展開ね。それでも漢字はずっと残っているんだから、あながち迷信というわけでもないのかな。イカはとても頭がいいとされているので、カラスを捕まえるくらい簡単なのかもしれないのだ。イカって頭のいい生物だったのね。自分で調理していても脳みそなんて見当たらなかったけどね。素人ではあまり見分けがつかないかもしれないのだ。イカの脳はちょうどロートの裏側にある、目立たない場所にあるので、気づかないまま処理されていることが多いのだ。そもそも目の当たりが頭部だったってこともさっきまで知らなかったからね。事前にちゃんとした知識がないと気づかなくても仕方ない。それとイカだけではなく、タコも知能が高い生物として知られている。それは脳重量の大きさによっても証明されているのだ。脳重量というのはある生物の体重に対して脳が占める割合のことを指す。じゃあ脳重量が重たいほどその生物は知能が高いってことなのね。脳重量で見るとイカやタコは哺乳類に近いレベルまで接近しているのだ。つまり海洋生物の中でもトップレベルに知能が高いということになる。柔軟な体にとんでもない推進力を持ち、それにずば抜けて知能が高いなんて、イカやタコはもしかしたら地球上で最強の生物なのかもしれないわ。そして両方に共通する特徴として、目が大きいというところも重要なポイントなのだ。目が大きいということは視界が広く、より多くの情報を収集することができる。またイカやタコの目は他の海洋生物とは異なり、より多くのものを認識できるものになっているのだ。パッと見ても魚類と同じような目に見えるけど、性能は段違いってことなのね。しかもその性能は人間のような脊椎動物よりも優れている。というのも脊椎動物の目は構造上どうしても物が見えない場所が存在するのだ。その場所のことを盲点と言うんだけど、イカやタコにはこの盲点が存在しない。見るという動作については人間よりも優れているなんて信じられないわ。何よりも脅威なことは、それらの視覚情報についてしっかり分析できる脳を持っていることなのだ。そんなことを知ってしまったら、恐ろしくて気軽に食べることもできなくなりそうね。生態の脅威という点では、心臓を3つ持っていることについても触れるのだ。今さらっととんでもないことを言わなかった？心臓が3つもあるって、生物を超えてもはやモンスターよ。イカにはメインで動く心臓の他に、エラに2つの心臓が存在している。これは急激に動いた時などに酸欠にならないよう補助的な役割を担当する心臓なのだ。イカは高速で海中を泳ぐから、生命維持のためには複数の心臓が必要なんだわ。ちなみにイカの血液は青いのだ。やっぱりモンスターじゃない？見た目もなんとなくエイリアンみたいだし。そういう都市伝説も数多く存在するけど、イカは間違いなく地球上の生物なのだ。血液が青いのはヘモシアニンと呼ばれる銅由来のタンパク質を含んでいるから。ほとんどの動物は鉄由来のタンパク質であるヘモグロビンを含んでいるので赤いだけで、イカの持つ青い血液も同じような働きをしているのだ。そうだったのね。全然知らなかったわ。あまりに知らないことが多すぎて、まだ現実味を感じられていないもの。イカの生態についてはこのくらいにしておくのだ。これだけでも十分なインパクトがあったわ。ところがイカの驚くべき特徴についてはここからが本番なのだ。あらあら、まだ衝撃的な話題があるっていうの？本当に魅力にあふれた生物ね。まず最初は海中を時速 40km で疾走するということについて説明するのだ。時速 40km って原付より速いじゃない？いくらジェット噴射で加速すると言っても速すぎじゃないかしら。確かに信じられない速度だけど、ちゃんと証明されているのだ。イカは殻がないから重量が軽く、また軟体であるため水圧をうまく逃がすことができる。また先ほど説明した通り、心臓が3つあり、移動中に酸欠を起こす心配もない。こうした性能を全て生かすと、ジェット噴射によってとんでもない速度が出せるのだ。そもそも殻を捨てた理由は身軽になって逃げるためだったわよね。でもだからって時速 40km で泳ぐなんて超人的すぎて言葉が出ないわ。ところがイカの移動力はまだまだこんなものではない。なんと一部のイカは空まで飛んでしまうのだ。はい、これは大嘘ね。
いくらなんでも無理すぎよ。イカが空を飛ぶなんて聞いたことがないわ。信じられないかもしれないけど、トビイカという名前で確かに実在するのだ。トビイカはインド洋や太平洋など温暖な海域に生息している。体長は50センチから70センチほどで、メスの方が10センチほど大きいのも特徴なのだ。イカとしては少し大きめよね。そんな生物がどうやって空を飛ぶの？海中からジェット噴射を使って上空へ飛び出し、その後は全身を使って風に乗るのだ。この時に足を含む体全体をしっかり広げることで、より多くの風を受けるような体勢になる。時速 36km 前後で飛行を続け、50m から 100m ほど飛行するのだ。一時的な飛行とはいえ、なかなかの長距離を移動できるのね。ところでトビイカってどうして海から出て飛行するようになったの？主に海中で外敵に襲われた時、逃げ場を求めて飛び出すと言われているのだ。ちょっとトリッキーな手段だけど、逃げ場としては有効なのかもしれないわ。他にもイカ類の特徴として、光を発する種類が存在するのも面白いのだ。自分から光を発するのよね。イカの仲間だとホタルイカが有名だけど、どうして自分から光る必要があるのかしら？その目的については、外敵に襲われた際に威嚇したり幻覚を見せるといったものがある。その他にも仲間同士においてコミュニケーションを取る方法の一つでもあるのだ。さらに発光することで外敵に見つからないようにしているとも言われている。見つかりたくないなら発光なんてしないで、海底でじっとしていたらいいんじゃない？発光しながら身を隠すっていう原理がちょっと理解できないわ。じゃあ例えば自分がイカを食べる外敵で、海面を泳ぐイカを海底から狙っているとする。その時のイカの姿はどのように見えている？上空からの光に照らされて、イカの様子がはっきりと確認できるわ。そうなるとイカは簡単に食べられてしまうのだ。しかしイカ自身が光を発すると、上空からの光と同化して姿が見えなくなる。この原理を利用してイカは身を隠しているってわけなのだ。どうしてそんな発想ができるのかしら？私なんて一つも考えつかないわ。また光るタイプのイカは大きく2つに分かれていて、ホタルイカは自分の体に発光器を持っている。それに対してケンサキイカなどは発光するバクテリアを体に取り込んでいるのだ。それぞれに工夫をしながら発光する手段を確保しているのね。そして最後のびっくりポイントは、イカは仲間同士で会話をするということだ。軟体動物なのに頭が良すぎて、ついに会話までしてしまうってことかしら？いや、さすがに言語まではまだ理解できないと思う。イカは体表面の色彩を変えることで仲間とコミュニケーションをとっているのだ。イカの表面にはクロマトフォアという色素細胞が非常に多く配置されている。この細胞を筋力で収縮させることで、多種多様な色彩を表現しているのだ。その様子を見せ合うことでコミュニケーションをとっているのね。色素細胞の変化は生きているイカで確認することができる。水揚げされたばかりのイカは濃い茶色なのに対して、スーパーに地熱されているイカは白いものが多い。これもまた色素細胞を操ることで色彩の調整を行っているのだ。水揚げ後は筋力による調整ができないから真っ白になっているのね。ところが生きている時は体表面の色を変えながら他のイカとやり取りをしているのだ。言語がなくてもお互いの思いを共有し、社会的な構造を作っているんだわ。さてここまではイカの生態について見てきたけど、やはり近い仲間であるタコにも触れておきたいのだ。というのもタコの研究はイカよりも進んでいて、驚きの研究結果が次々と報告されている。こうした研究結果はイカでも共通する部分が今後出てくるかもしれないのだ。その時に備えて今のうちに勉強しておくのは良い考えね。さてタコについても注目されているのは、やはり知能の高さについてなのだ。タコも脳重量は哺乳類に近いレベルで安定しており、また心臓もイカと同じく3つ所有している。相変わらずとんでもないスペックを当然のように持っているのよね。しかし近年の研究によって、タコは脳を9個も有していることが分かったのだ。脳を9個も持っている？そんな創作劇のような状況が本当に実在するっていうのかしら？最新の研究で明らかになった脅威の事実なのだ。しかもそのうちの8つは頭部にある中枢ではなく、8本の足の付け根に存在している。どうして足の付け根なんかに脳を配置してしまったの？もちろん適当に置いたわけではなく、実は驚くべき理由が隠されていたのだ。タコが持つ8本の足はそれぞれ8個の脳につながっている。そして外界から刺激を受けると、足とつながった脳が足へ指示を出すのだ。それってつまり8本の足はそれぞれ別の命令系統で動いているってことかしら？その通りなのだ。人間のように脳を1つしか持たない生命は、外界から刺激を受けると情報を脳へと送る。脳は送られた情報をもとに反応の内容を体に伝え、体はそれを忠実に実行する。このような流れが極めて一般的だとされているのだ。この場合はどんな刺激を受けているかを
中枢にある脳がちゃんと把握しているわ。ところがタコの場合は中枢の脳へ情報が伝わらず、多くの事案は足の付け根にある脳へと送られる。そしてその場で対処法が決定され、それによりタコの足を動かす動作が実行されるのね。こうすることで情報伝達のロスを少なくし、より効率的に行動できるようになったと言われている。まさに考えるな、感じろっていう境地なのかしら。だけど自分の手足が勝手に動き出すと分かったら気が気ではないわ。こうした軟体動物の謎を解くべく、2015年にアメリカの研究チームが調査を開始した。彼らは世界初となるタコ類のゲノムを解析し、見事全てのゲノムを解明している。ゲノムというのは遺伝子を構成している、いわば設計図のようなものだったわね。人間のゲノム解析はすでに終わっているけど、その他の解析はあまり進んでいなかったのかな。一つの個体を調査するだけでも科学者はとんでもない苦難を強いられてきた。それでも真実を解き明かすため、今でも地道な調査が行われているのだ。しかしタコゲノムの全貌が明らかとなった瞬間、研究チームに衝撃が走った。なんとタコの足には味覚を感じるセンサーがなぜかついていることが分かったのだ。足で味覚を分担するなんて人間でもできないわよ。こうした研究は今もなお継続されており、今後も新しい情報に期待が持てるのだ。でもこれ以上インパクトのある事実を知ったらイカを見る目が変わってしまいそうだわ。というわけでイカの進化について見てきたけど、どうだったかな。イカやタコが貝類の遠い親戚だとは思わなかったわ。それにこれほど知能の高い生物だったこともまだ信じることができていないのよね。しかも研究は今後も続いていくので、さらに新しい情報が出てくるかもしれないのだ。イカもまだまだ私たちを楽しませてくれそうね。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。